本代表派遣選手選考が終わって発表となるようです。日本スケート連盟伊藤フィギュア委員長から、そして場内残った観客の皆さんもこの瞬間を待っています。少しずつさあその雰囲気を察したファンから拍手の輪が大きく広がっていきました。鈴木亜希子選手のお母さんは長久保コーチに挨拶をしています。お待たせいたしました。いよいよ2014年ソチオリンピックフィギュアスケート日本代表選手の発表です。発表は公益財団法人日本スケート連盟伊藤フィギュア委員長にお願いいたします。それでは第22回冬季オリンピック大会ソチ大会の選手を発表させていただきます。ペア高橋木原組、まずは団体戦に向けてダンスペアの発表、カシーリードクリスリード組、そしてアイスダンスはリード兄弟です。女子鈴木亜希子、まず1人目鈴木亜希子選手、浅田真央、2人目で浅田真央がコールされました。村上佳菜子、3人目もちろん村上佳菜子です。さあそして男子です。男子羽生結弦、優勝の羽生選手、町田樹、2位に入った町田選手、3人目は高橋大輔、高橋大輔です。以上です。日本代表すべての発表が今終わりました。国分さん、はい、お聞きになっていかがですか。いやーそうですね、最初は全日本フィギュアで活躍した選手たち、そして、高橋大輔選手の名前が上がった瞬間に、会場もこうどよめいたというか、はい、驚きもあったような感じがしますけれども、やはりもう前を向いてもらいたいなと思いますね。まあ、高橋大輔はとにかく小塚の分も背負ってソチに行きます。さあそして荒川さん、はい、そうですね、本当にどの選手からもオリンピックへ道を切り開くための思いというのが私一つ一つ落とす前という気迫が伝わってくる戦いだったんですけれども、はい、オリンピックに決まった選手たちにはそこを目指したこの全ての選手たちのためにも、うん、その選手を派遣してよかったんだと思えるような戦いをしてほしいなと思います。はい、ジャパンのウェアが輝いて見えます。さあそして八木沼さんもお願いします。はい、本当に今回の全日本素晴らしい戦いでした。どの選手も素晴らしかったと思います。オリンピックの代表のメンバーには、それぞれに一番辛い時も味わってきて今シーズン戦い抜いてきました。どんな状態も知っているからこそ今回のメンバー、勝てるメンバーになったと思うんですけれども、本当に日本の代表としてみんなの気持ちを持って頑張ってもらいたいと思います。高橋大輔のこの表情、さあこのチャンスを今度はソチに向かってぶつけていきます。とにかく表彰台に上がった小塚の分も高橋はオリンピックの舞台で示さなければいけません。さあそして国分さんには、はい、女子の方の感想はまだ伺っておりませんでしたけれども、ね、鈴木、村上、浅田3人いかがですか。鈴木選手に関しましてはやっぱり13回目で初の1位ということで、いろんな経験をしてきたと思うんですけれども、